シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなけは超究極者やってくってやさぜ。さあやっていきますか。本番です。赤い彗星激闘の奇跡、こっちが、かなり難しいと。やっていきましょう。パーティーはこんな感じ。ちょっとガチ編成でやっていきたいと思う。俺の、最推しのジョータロウさんも連れていく。で、アムロが一番ね、やべえと思う。はい。で、今回ラウドラバリアというギミックがあって、一定回数殴るとパリーンとバレてダメージが入るようになると。はい、ラウドラバリアがあります。スピードが物を言うと。これちょっと難しそうだけどな。で、今回、ボールユニットってものがありまして、さっき公式の方が、今回のその、フォトンユニットとかのギミックも含めて紹介してたから、ちょっともう知ってんだけども、ボールユニットがありますと。さっき真ん中にあったよな。うん、だから今回それを駆使してやれと。これ真ん中のやつ。赤は反射が出てきて、この青は貫通が出てきますと。で、おそらく、経験上、そのボールでこのたまたまを、ドクロマークのたまたまを当てて、敵がなんかダウンとか、ダメージが入りやすくなったりとか、弱点効果アップとか、そういうのをすると、おそらくね。で、そっから殴っていくという感じだとは思う。うん。で、今回、こういうパーティーで、ジョータロウは遅延があって、殴りも優秀。アムロはもう最強だよな。もう全方面で。回復も結構いいから、今回ダメージやべえんだろうな。で、シンギルティさんはバフと SS チャージでございます。やべえでしょ。はい、この編成でいきます。だから、まず、貫通が出るからな。右のたまたまを出そう。倒そう。はぁ、ちょっと待って。下手すぎ。大丈夫？うわ、そう、一旦無駄にしたんだけど。とか地雷怖、これはミスれねえ。ちょっと緊張してんの、めちゃ緊張してる。おし、だが、あ、ダウン。いや、あの弾何してくる。これかき消すでしょ、おそらくな。どう、あの、あー、じゃ弾定期的に倒さねえと敵には防御アップしてる。横で上がっていって両方倒したい。まあ、オッケー、いいよ。これ、ボールでボス削るってわけではねえよな。ラウドラバリアなくない？あった？ちょっと殴っていきましょう。上に入ったらいいんだが。うん。勝てって。え、それでこれ、弾も気にしながら削っていくの？価値のダメージもちょっとバカにならんな、これ。アムロの回復がすごいんだわ。え、じゃああの弾右上倒すしかねえな。ちょっと待って、残り5ターン。万が一、ジョータロの SS 打てるな。いや、ちょっとむずい感じするぞ。これ、横で降りていって、次ギルティとアムロに任せよう。あー、はい、なんかで OK。 残りターンはもうギルティとアムロに回せるから、弱点の方を殴りに行く。これでいけそうでしょ。とか地雷怖えな。右。もう勝負。シンギルティ連撃キラー L。おっしゃ、あなたバフと SS タンチャージだけじゃない。いいよ。ああ、こっちも OKOKOK。ちょっと削れるターンで削らないと結構硬いな。でもいい感じに弱点のとこいれば、今みたいな火力を出すことができる。はあ、怖え。万が一の場合、ジョータロウの遅延があったからな。危ねえ。とりあえず弾で倒そう。ダブル弾ボーン、いいんじゃないでしょうか。
なんか右の敵にすごい弾のダメージ入ったな。ういおいダメージ大丈夫。じゃあ弾って結構ダメージ入んのこれ。これあのボスは端に挟まっ壁際倒すってことかなあれな。ん？弾入ってねえなあ。全然ダメージが。おいなんだ、なんでさっきいっぱい入ったんだあれ。ちょっとわからんけど、おいおいダメージやべえって。これアムロで、アムロ強すぎだろ。ドレイン M 回復できるやんけ。ちょっと地雷渡して、あの反射員は倒しておく。あわよくばボスの裏側に入ってくれ。で弾倒した。うんいいよこのまま。にゃーとか、これなんか敵すげえ全力で固くねえか。これシンギルのバフ次絶対打とう。これうんうん、おっと、いいんじゃない。地雷回収して壁際で殴っていける。うんうんうん、いや勝った勝った。そっか、だから割合か。これ万が一の場合撃とうぜ。いやさらにこれちょっと弾も倒さなきゃダメだな。これあわよくばボスの裏側に入ってくれ。だからシンギルでチャージしてアムロ何回も撃つ作戦結構いいかもしれんぞ。うわ待って、地雷危ない。あれちょっと地雷、あーよかった、危ない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 。ちょ地雷怖っこれ。ちょ勘弁してくれ。はあ終わった、最悪か。え耐えた、地雷耐えれんの。2人分食らったけど、マジか。ちょっと待って、回復してな。これバフは打つでしょ。まさすがにハート取れるか。ちょっと欲張って上から行くわ。行ってこい。あるわ、欲張ったからや。終わったよな。おー、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんなんだろうこれ。うど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 う、えさちょっとこれむずいぞ。ちょっと待って、いやちょっと違う、多分これ俺が緊張しすぎてる。さっきの地雷、えだでも地雷耐えれるってこと分かったのでかくない。2人食らっても耐えれるわ。あぶねえ、その枚数多い方がいいかもな。てかギルティ結構重要じゃねえか。あーちょまず弾倒すか。倒す。ん？いやそうか、分かった。これだって今反射しかいねえから、こうやって内部ということはあいつらは弾で倒す、弾で倒しましょう。そっか、敵の中にはあの敵の弾と同じようにこの弾でしか倒せねえキャラがこういうの出てくると。だったらさっきの反射員もそういうキャラがだったんかな。色違ったしな、確かな。そういうのがあるんだわ。残ってる残ってる。これで V 字で帰ってきて外側でもいける。うん、なんか反射のあれ、反射のあれボールが解放されたということはんだよな。これ弾はめ込めってことだわ。ちゃんと地雷回収してからの、うん、ちょっとここむずいかもな。ここボールをはめ込むみたい。あ、右と左のとこに反射ボールをはめ込む。でも正直貫通の弾でゴゴゴゴゴってやった方が面白いかもしれん。これいやでもちょっと反射弾を使いたいから下から行くわ。あ正解正解正解、これ反射ボールいいかも。あーごめん、貫通ボールいいかも。これだったらアムロの SS は残してもいいかな。何があってもあれぐらいは削れるでしょう。適当にボールいっぱい出しゃあよ。うん、はい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 、まあ、ここはボールで削れと。
いうエリアみたいっすわ。うん、で同じように、あーちょっと場所割りが弾とちょうど弾が当たるね、当たるね、やっぱりな、これな、うん、入らねえんだよな、これがな。さあ、OK、ちょっとマジ一回危なかったが、なんとか持ち直した。おっしゃー、やっていこうボス戦。こっからボス、ラウドラバリア来ました。じゃあまず弾から倒していくか。2の弾があるからな、あれを絶対倒せるように打っていく。 OK、 あ、ほらやっぱりあの光のほら反射印が弾で倒すんだわ。ラウドラバリア一発で割れた。 OK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 、 うん、だからまあそういう弾でしか倒せん敵が、まあ、たまたまね敵もいるしっていうとこだろうな。でここ2だから弾一旦倒して整えるわ。でこのあと攻めに行こう。ほらほら、やっぱりあの反射に殴って倒せてねえし、友情でも全然減ってねえ、いいダメージじゃないボス。さあ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 、で次だわ。うん、まあとりあえず上倒しつつシンギルちゃんの地雷を回収して殴っていく。うんうん、あーごめんごめんごめん、あー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 、もう強すぎ、アムロ強すぎ。さあちょっと緊張するけどな、ボス戦はもうアムロの SS 打ったらもう飛ぶんだからな、いけるいける。シンギルちゃんはどうしよう、地雷渡しときたい、でも弾を倒したい、右に入れるとは限らん、だったらまあいっぱい出して暴れよう。うん、うん、まあ失敗ですねこれはね、弾も倒せんかったわ。で右弱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 やしたね、はい。で上太郎回収して上玉倒して、そっからうん、まあ、弱点外でもまあまあ出てるから大丈夫かな。あ、これぐらい出る。うん、下弱下弱下弱来い、下弱右でもいいでしょう。あんなに出てんだったらもうこれでいけるでしょう。うん、オッケー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 、いいよ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 、いいんじゃない、めちゃくちゃ順調。ちょっと中ボスがまあ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 いいでしょう、ボス戦は今のところ順調。だってアムロの SS も打てば一瞬でしょ。まずは SS は打たん方がいいな、打ってもいいけど 40% 削るけども、まあそれは面白くないから、一旦たまたまをなるべく多く倒そう。え、自分が弾いた角度で弾はもう出るから、まあ、入れ番しない限り。うん、あーでもやっぱ2個を出せた方がいいから、これでいこう上まで。おっしゃー、全倒し、いいよいいよいいよ。で、シンギルティのバフを打っていく。いや待て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 、え、そんな食らうの、そんな食らうの、それ絶対倒そう、これ。うわ、イレバンストーン、マジイレバンストーン、これ。アムロのリジェネーム強っ、いってこーい。ちょっと待って、いって、いって、頼む、倒して、勝ちも倒して、なっしゃ。上は残ったが、まあ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 、いいいいいい、え、大丈夫だ、だ、え、待って、ボス大丈夫、うわ撃つか撃とうか、ちょっとダメージやべえな。撃たんでも全然いけるけど、回復してくれるから。でもちょっとこれ撃とう撃とう撃とう、撃ってこい。よしよし、あー、オッケー、完璧完璧、これでもう削り切ったよ。もう割合だからな、ちゃんと持っていってくれる。このパワー、オッケー、まあ、なんとかよ。その、まあ、割合だから関係ねえけど、殴り部分もあるじゃねえか。シンギルのバフいるでしょ。上太郎 SS はちょっともったいねえな、遅延いいけど、やっぱ一旦後にしたいなこれは。うん、でダウンさせる。あ、でもそっかそっか、ダウンすんだったら撃ってもよかったな。
弱で右弱、アムロをあそこにぶち込みます。それで終わらせようぜ。ごめん、ドータロ、ごめんな。入れてこい。はい、完璧。 40% いけ。ギロチ。おー、はい。いや、むずかったな。いや、むずいというか、道中がむずすぎる。なんなのあれ。敵勝てーは、ボールはめ込むのはむずいわで、なんかボス戦はアムロの SS があるからか、スルスルって言っちゃったけども、ちょっと道中マジ苦戦したな。俺負けかけたし、地雷ガのダメージでよかったけども、シンギルティ結構重要じゃねえか。バフとチャージ。まあ、でもそうか、アムロが割合だから、そこまでいるってわけでもないか、確実に削っていけるから。あと、ジョータロー SS 使ってあげなくて申し訳ねえ。とか、アムロ強いわ。割合と回復。火ダメが結構やばかったから、アムロの回復すげえな。まあ、という感じでした。でも、地雷、いるか。まあ、でも、まあ、二人までならいいかな。はい。というわけで、勝利しました。はい、というわけで、ジョータロの SS を打てなかったんで帰ってきました。まあちょっとね、ボス戦がもうアムロの SS 強すぎて、なんかスルスルいっちゃうから、マジ道中だったな、むずいの。だってこれもう 40% もう割合で持っていくんだから、これもうバフとか関係ねえわけよ。ボス戦のちょっと影が薄いわ、マジで。道中むず、まあ、SS 何回も打てばよかったんだけど。うわ、フリーズー。もうフリーズ勘弁してくれ、本当に。で、ちょっと、ジョータロね、遅延があります。ちょっとこれ、上はめ込むのむずいから、まあ、遅延だけ。まあ、そのアムロみたいね、割合じゃないから、ここでは、効果力ね、ちょっと出しづらいと。いう感じだけども、まあこれでラスゲとか、まあどっかで SS 打てば、もう。もう楽勝でしょと。うん。で、次、アムロで、とどめをさせるかな？はめれるかな？いいとこ、あ、やべ、最初に触れた時、ちょっと待って、ミスった、ダメ、弾倒せ、下の弾倒せ、反射に倒せ、なんなのそれ、強すぎる。はい、ということで、まあね、皆さん協力でしたわ。うん、やっぱアムロやべえな、完璧すぎる。うん、いやでもギルティやべえな。 SS もすぐ打たせてあげれるし、バフ持ってる。あ、ジョータローもすごいよ。ギルティすごかったな。まあ、ぜひ、皆さんのおすすめキャラとか感想を書いてくれたら嬉しいぜ。あばよ、難かった。